はい、毎度おなじみ天の声です。今回はかっぱ寿司食べ放題で1万円分食べられるかチャレンジ。ルールは簡単、そのままですね。食べ放題時間60分の中で、1万円分食べられるか、細かい食べ放題の解説とかね、動画の中でやっていきたいと思います。それでは早速本編どうぞ。はい、ってことで、かっぱ寿司食べ放題1万円食べられるかチャレンジングやっていきたいと思います。そもそもね、皆さんかっぱ寿司の食べ放題ってご存知ですかね。実はね、かっぱ寿司さん、くら寿司とか、スシローとかに代表される100円回転寿司チェーン店の中で、唯一ね、食べ放題やってらっしゃるんですよ。ちなみに土日祝日はやってなくて、平日かつランチは11時半から14時。そしてディナーはね、17時から20時限定です。ランチはともかくね、ディナーの方は20時までやってるんで、普通にね、仕事終わりに滑り込めそうですね。ウェブ限定、予約限定なんで、そこだけね、注意していきたいです。制限時間は60分。コースはね、3つありまして、レギュラーコース、スペシャルコース、あとプレミアコースから選べるんですよね。コースが上になっていくにつれて、選べるメニューがね、豪華になって、値段も高くなっていくという、よくあるやつなんですけど、これはね、どのコースにするかは、財布&ね、胃袋と相談ですね。軽く、コース別何が違うのかを、説明しておきますと、レギュラーコースは、だいたいね、2貫100円の、やつが、一通り頼めまして、スペシャルコース1個バージョンアップすると、3貫盛りのやつとかね、1貫もののやつとかが頼めるようになります。そしてね、最上級のプレミアムコースは、1貫ものの中でもね、豪華なでっかい炙りとか、あと中トロとかが頼めるようになると。僕今回ね、映え狙いで、調子乗って一番上のね、プレミアムコースちゃん頼んでるんですけど、ぶっちゃけこれね、レギュラーコースでもね、十分楽しめます。先ほど申し上げたように、これね、レギュラーコースでもね、大体の寿司頼めるんですよね。その品数なんと80品弱ぐらいです。僕とかね、正直サーモンとかあったらええんで、もうレギュラーで十分なんですよね。プレミアムやと2480円なんですけど、レギュラーやとね、これが値段なんとね、1680円。しかもこれ男性で女性は1580円楽しめます。なんでね、普通の食べ放題に比べてね、レギュラーコースの場合めちゃくちゃ安く済むんですよね。お寿司たらふぐ食って2000円しないのは、はっきり言ってヤバタニエンやと思います。あと、かっぱ寿司で食べ放題に、優秀だと思うのが、寿司だけじゃなくてね、これサイドメニューも豊富なんですよね。唐揚げ、ポテトとかの揚げ物系とか、あと、きゅうりのごま塩だれ、枝豆とかのおつまみ系。さらにはね、醤油ラーメンとか、エビ天うどんとかの麺類。さらにさらに、プリン、ケーキ、バニラアイス、わらび餅とね、スイーツ系までも何でもござれですよ。最近ね、回転寿司がファミレス化してるって、よく言われますけど、このラインナップ見たらうなずけますよね。そしてこのね、実質ファミレス店の、ラインナップで食べ放題できるんで、お寿司に飽きても安心できるというわけです。しかもね、この辺のサイドメニュー、食べ放題では基本的にね、オーダーしてから作ってくれはるんで、出来たてほやほやが来るんですよ。ラーメンはあちちの熱々。鶏唐揚げとかはね、サックサクできます。普通にね、お寿司苦手でも、このね、サイドメニューだけでしのげるんちゃうかってぐらいですよ。この今食べてるやつですね。唐揚げね、マジで熱々サクサクでうまかったんですけど、熱すぎてちょっとね、飲み込むのに時間かかったんで、この限られた時間で1万円目指す企画には不向きやったかもしれん。そんな意味わからん企画してんの僕ぐらいしかいないんで、皆さんはね、普通に唐揚げ美味しいんで、ぜひ頼んでいただければ幸いです。こんな感じで美味しいサイドメニューいっぱい揃ってるんで、魚介類苦手やからお寿司屋さん来たけど永遠にハンバーグ寿司食べてるみたいなね、そんなね、悲しいことはもうしなくていいんですよ。ハンバーグ寿司は美味しいんですけど、ちなみに
この明らかに豪華な皿になってる豪華な具材たちは、まあ、プレミアムコース限定で、まあ、一人一皿まで頼めるね、日替わり限定ネタですね。あ、プレミアムコース、先ほどね、まあ、2480円するって申し上げたんですけど、やっぱね、それだけの見返りを、まあ、ちゃんとね、かっぱ寿司さんは用意してはりまして、まあ、このね、まあ、大トロとか、ウニとか、まあ、1貫で、まあ、300円以上するやつをね、まあ、一皿までとはいえね、頼めるんですよ。まあ、動画でもね、見た目と皿が、まあ、明らかに違うんで、まあ、一発でね、わかると思います。まあ、かっぱ寿司って、まあ、値段によって皿変えはるんで、まあ、昔のね、カースト制度みたいに、見た目でね、身分がわかるようにされてるんで、まあ、こう見えて、意外とね、まあ、厳しい階級制社会なんかもしれん。てか、今食べてるやつ、めちゃくちゃうまかったです、マジで。見てください、この大トロの上に、ウニが乗ってるんですよ。こんなんで、100円チェーン店寿司で出てきていいやつちゃいますよね。まあ、しかもね、これ、1種類につき1皿限定とは言っても、もう全部でね、10種類以上あるんですよ。これ、今食べてるのを見てもらったらわかるんですけど、もう普通の人ならね、もうこれ制覇するだけでも、まあ、心もね、お腹もいっぱいになるかもしれん。うん、しかも、まあ、単価高いんでね、これ全部制覇するだけで、まあ、余裕でね、もっと取れますし、まあ、そう考えたらね、プレミアムコース、レギュラーコースよりも、まあ、800円ほど高いんですけど、まあ、それだけね、値段かける価値はありますよね。あとね、オーダーも早いんですよね。チェーン店の食べ放題って、まあ、結構ね、体制しっかりしてるんで、まあ、提供ね、早いイメージあるんですけど、まあ、その中でもね、かっぱ寿司さん異常ですね。まあ、これね、一度に4皿まで頼めるんですけど、まあ、4皿頼んだとしても、寿司系ならね、マジで来るまでにね、もう1分かかんないんですよね。うん、僕の様子見てもらったらわかるんですけど、このスピードで食べてもね、ほぼね、滞りなく食べ続けられるんですよ。まあ、注文もね、タッチパネルだから一瞬ですし、まあ、食べ放題なら、まあ、必ずネックになってくる提供までの遅さっていうのはね、まあ、カッパさんではね、ほぼほぼ心配無用です。いや、カッパさんのね、底力恐ろしいです。とまあね、まあここまでの説明でもわかるように、ぶっちゃけね、カッパの食べ放題、値段サービス双方から見ても、まあ控えめに言って神でして、まあ個人的にね、もう一押しの食べ放題ですね。まあ店舗限定とかじゃなくて、まあカッパ寿司の店舗ならほぼどこでもやってるっていうのもね、まあプラスポイントです。てか気づいたらね、1万超えてるんですけど、目標達成しちゃいましたね。もうこれカッパやっぱ食べ放題ね、お得さ舐めてましたわ。うん、プレミアムコースとはいえ、30分経たずしてね、1万超えは今までなかったですね。まだ食べ放題時間半分あるんですけど、まあ、これね、このまま順調にいけば、夢の2万いけるかもしれん。まあ、値段の話が今出てきたんですけど、まあ、皆さんとしてもね、やはり気になるのが、まあ、どうすればね、まあ、少しでも元が多く取れるのか、まあ、お得に食べられるのかっていうところだと思うんですよ。まあ、好きなもんを、まあ、好きなだけって言ったら聞こえはいいんですけど、まあ、食べ放題の満足感ってね、まあ、どれだけお得に食べられたかっていうのも、まあ、含めて得られるもんだと、まあ、思ってるんで、まあ、やはりね、この食べ放題においての、まあ、勝利のムーブっていうのはね、まあ、知っておいて損はないと思います。まあ、そしてね、本題なんですけど、まあ、正直ね、まあ、プレミアムコースなら、まあ、今僕がやってるように、まあ、中トロとね、アナゴブラザーですね。まあ、理由は単純で、1貫で180円と単価が高いからですね。まあ、2貫だとね、これ360円なんで、まあ、通常のね、2貫100円の、まあ、寿司よりも、まあね、3.6 倍も単価が高い計算になるんですよ。まあ、僕は今回ね、まあ、こういう企画の動画とはいえ、まあ、いろんな商品をね、まあ、見てもらいたいんで、まあ、違うものも頼んでるんですけど、まあ、100% ガチで金額上限目指すんだったら、もうね、中トロとアナゴだけの注文、まあ、赤とね、茶色の世界になると思います。うん、まあ、そして真ん中のね、スペシャルコースだと、まあ、これはね、まあ、一貫エビがお買いですね。まあ、一貫ものなんで、まあ、単価が高い上に、まあ、エビって結構さっぱりしてるんで、まあ、数ね、行きやすいんですよね。まあ、例えば、まあ、さっきのね、中トロとか、まあ、アナゴは、まあ、うまいしね、高級なんですけど、まあ、結構ね、こってりしてて、まあ、お得と分かってても、まあ、そうね、いくつも食べられるもんじゃないんですよね。ただ、エビはね、ほぼタンパク質だけで、まあ、脂質ないんで、まあ、カロリー低くて、しつこくなくて、まあ、超絶食べやすいと。まあ、スペシャルコースではね、ダントツで、まあ、このね、一貫エビがおすすめです。まあ、そしてね、レギュラーコースで一番おすすめなのは、
これはね、今食べてるプリンちゃんですね。今食べてるのはホイップの方なんで、スペシャルでしか頼めないんですけど、まあ、レギュラーだと、このホイップなしバージョンが楽しめるんです。いやー、これね、ギャグじゃないですよ。まあ、ガチの魔女くんです。まあ、なぜかと申しますと、このね、プリン、まあ、可愛い見た目してて、なんとね、200円するんですよ、これ。そう、お寿司4貫分の、まあ、パワーがね、このプリンちゃんにはあります。そしてこの界隈の常識なんですけど、まあ、プリンは飲み物、まあ、文字通りね、飲み物感覚でもうごくごくいけちゃうんですよね。言ってしまえば、このね、プリン食べ、9個食べたらね、元取れるんですよ。女性なら8個で元が取れます。なんかもうね、そう考えたら、最初の5分ぐらいで元取れそうな気がしてきますよね。まあ、個人的にはレギュラーコースとして、の楽しみ方としては、まあ、好きなお寿司を食べつつね、まあ、喉乾いたら飲み物代わりにプリンを補給するムーブがおすすめです。まあ、これしてるだけでね、もう1680円なんてね、あっという間ですよ、マジで。そういえば皆さんはね、回転寿司、どこをよく行かれますかね。僕はね、かっかっぱ寿司ができてからはもうかっぱ一筋愛してるなんですけど、昔はね、くら寿司ちゃんが好きだしね。くら寿司の何が好きって、まあ、味とかではなくてですね、ガチャですね、ガチャ。ビックラポンとかいうね、5皿で1回引けるやつ。まあ、僕ね、昔からね、ガチャ大好きだったんで、まあ、家族でお寿司食べに行くときはね、もう毎回ね、くら寿司で食べてましたね。まあ、昔はね、僕大食いじゃなかったんで、まあ、一生懸命15皿ぐらい食べて、まあ、ガチャ3回行くのが目標でしたわ。調子いい時は頑張ったら20皿いけて、まあ、4回引いてました。まあ、それがね、今ではどうしてこうなったっていうね、話はまあさておき。まあ皆さんね、ご存知だと思うんですけど、まあ、あれね、ビックラポンとかいうガチャ、結構ね、当たらないんですよね。4回ぐらいね、連続で外れることとか珍しくなくて、まあなんかね、当選確率がちょうどね、僕が回せる3回もしくは4回だと、まあ、出るか出ないかの瀬戸際だったんですよね。だから、人事を尽くして、その日出なかった時はね、もうおとんとおかんに土下座して、追加で食べてもらってましたね。もう懐かしき記憶ですよ。まあ、ただ、まあ、そんなね、可愛い自分はもういないと。むしろね、今なら、まあ、ビックラポン、コンプ一人でできんじゃねって思って、まあ、毎度のことながらね、安直に、まあ、ビックラポン、コンプできるまで終わりまてん企画、まあ、考えたんですよ。で、まあ、実行にする前に、まあ、とりあえずね、まあ、何種類あるかなって確信したんですよね。今の時期やってるのがね、プリプリのプリキュアマグネットで、まあ、全9種類。まあね、ワンチャンあるかないかの、まあ、いい感じかなって思ってたんですけど、なんかね、よく見たらね、まあ、レア1種類が、これね、500個に1個しか出ないらしくて、まあ、それ見た瞬間、秒で諦めましたね。いやね、500に1はね、鬼畜すぎますでしょ。5皿でね、回せるビックラポンの、まあ、当選確率が、まあ、20% と仮定すると、まあ、期待値計算だとね、もうこのレア出すのにね、12500皿に1個なんですけど、まあ、ガチのフードファイター100人ぐらい必要な計算です。ソシャゲのね、闇ガチャがね、可愛く見えてきますね。これがね、大人向けのグッズとかならまあ分からんでもないんですけど、まあ、プリキュアマグネットのね、対象年齢考えたら、まあ、500分の1ね、マジで子供泣きますよ、これ。そういやね、最近ちょくちょく食べ放題動画上げてると思うんですけど、まあ、富士屋とミスドですね。正直ね、僕の動画の中でも、まあ、結構食べ放題系評判が良くてですね、まあ、他の食べ放題とか、まあ、あとそのミスドとか富士屋の食べ放題をもう一回言ってくれみたいな感じのね、声も多いんですよね。まあ、そこはね、素直に嬉しすぎて、まあ、鼻水出そうになるぐらいなんですけど、まあ、皆さんお察しの通りね、この食べ放題系動画、まあ、編集地獄です。原因はね、この画像とか金額ですね。まあ、1万目指すって言ってる以上は、まあ、金額の表示は必須だと思いますし、まあ、いろんなメニューを食べられるのがね、まあ、食べ放題の魅力である以上、まあ、食べ物の画像とメニュー名も必要だと思うんでね、まあ、そこはね、割り切ってるんですけど、まあ、にしてもね、作業量が、まあ、多すぎて、やばたに。稀にね、よく金額とか個数の間違い発生してると思うんですけど、許してほしいです、これ。マジで、数字見すぎてね、脳みそね、バグってくるんですよ、編集中に。
まあでもね、お前得してるからええやろって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、実はね、毎回ではないんですけど、まあ、食べた分ね、まあ、普通に支払ってます。まあ、食べ放題と称しつつ、まあ、実はね、食べ放題をしてない男。ちょっとこれ、ワンチャンね、食べ放題詐欺動画認定されるかもしれないんですけど、まあ、ちゃんとね、時間とかメニューは、まあ、食べ放題と、まあ、同じ扱いでね、まあ、同じ条件でやってもらえるようにお願いしてるんで、まあ、そこはね、ご安心いただければと思います。まあ、理由としては、さすがにね、まあ、金額がやばくなりすぎて申し訳なくなることですね。特にこのご時世なんで、お店側もね、まあ、かなり苦しいと思いますし、紹介したいお店にね、まあ、僕自身がとどめの一撃とか、マジでシャレにならないんで、まあ、せめてね、僕が登録者数十万人ぐらいいたり、あとはね、可愛くあるいはかっこよくクールにね、食べられたりしたら、まあ、宣伝による費用対効果十分に見込めると思うんですけど、まあ、残念ながら今の僕にはね、そのぐらいの力がないと、まあでもね、幸い給付金10万ちゃんがね、ついに我が家にも来たんで、まあ、正直僕、食べ物以外に使い道ないんでね、大好きなね、飲食店さんたちにつぎ込んで、まあ、経済回していきたいと思います。10万あればね、もう1万チャレンジ10回できるんでね、発想がもうおかしいんですけど、まあ、お店に金をつぎ込み、まあ、僕はね、うまいもんを食い、まあ、皆さんは食べ放題動画をご覧になる。まあ、お店の懐は潤い、まあ、僕はね、腹が満たされ、皆さんは外出が自粛される中、家で、まあ、お望みのね、食べ放題動画を見られるという、まあ、これぞね、経済の好循環ですね。だからね、まあ、編集は地獄なんですけど、まあ、少なくとも要望がある限り、食べ放題動画、まあね、どんどん出していきたいと思います。まあ、お盆せっかく休みなんでね、そこそこ時間かけますし、まあ、ここぞとばかりにね、食べ放題動画あと2本ぐらい出せたらなって思いますね。まあ、とか言ってね、1本も出なかったら、まあ、こいつ圧倒的作業量を前に折れたなと察してください。さあこれね、今まさに締めのチョコケーキ ×4 食べてる途中なんですけど、気づいたら2万突破してましたね。マジでかっぱ寿司の食べ放題元取れすぎてね、頭おかしくなりますわ。ちなみにこのタイマー3分ぐらい余裕持って測ってるんで、実はまだね少し時間あるんですけど、まあいろいろとキリがいいんでね、まあこれ食べて終わりにします。まあ、次はね全メニューチャレンジとかやってみたいですね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またよければよろしくお願いいたします。Thank you.